どうも皆さんこんにちは、ケンジです。本日は白鶴兄ちゃん一週間恒例企画よいしょーということで、もうすでに皆さん白鶴兄ちゃん持ってるよって方が多くいらっしゃるかと思います。で、その白鶴兄ちゃんの使い方がいまいちわかんないんだよなって方も多くいらっしゃるかと思います。さあですね、個人的な話なんですが、先日こうスニーカーの DIY 動画でエアフォースワンにですねペイントを行ったんですが、もうめちゃくちゃ可愛くてしょうがないのだから、今回ですねこのエアフォースワンだったりとか、あとはちょっと他の白スニーカーも使っていこうと思うんですが、それらのスニーカーを使って1週間白スニーカーを使った際のコーディネートのパターンを皆さんにご紹介していければなと思います。ただただ組むだけじゃなくて、皆さんがより簡単にコーディネートを組めるようにですね解説も行いますので、ぜひそちらも聞いていただければなと思います。同時に今年の春の傾向だったりとか、夏のトレンドの傾向なども踏まえながらですね、白スニーカーをどのように使うべきかっていうところをですね解説していきたいと思います。では早速いってみよう。はい、ということで本日はですね、白スニーカーの着回しのパターンを紹介したいと思います。で、ちなみにですね、今着ているオープンカラーシャツとこちらのパンツに関しましては、今週の土曜日にですね、リリースされるリドームの新作でございますので、ぜひまだご覧になってない方はこちらの動画ご覧になってみてください。マジでやばいです。ということで、まだ初めて月曜日のコーディネートなんですが、まあ、このコーディネートは、まあ、非常におすすめではあるんですが、まだ寒いという中でおすすめしたいのが、せーの。はい、ということでデニムジャケットと合わせたコーディネートでございます。いかがでしょうか。はい、非常にですねデニムジャケットってカジュアルなアイテムなので、クリーンさが非常に重要なんですね。で、そうした時に先ほどの状態に上を着ただけなんですけども、中にですねシャツというきれいめのアイテム、そしてパンツはですねジーンズではなくスラックスを合わせることによってきれいめの中和もあり、でさらにですね白スニーカーってスニーカーでありながら非常にクリーンなイメージがあるので、デニムジャケットとかミリタリーアウターとの相性が抜群にいいんですよ。なので、まあ、デニムジャケット持ってないって方の方が少ないと思うので、ぜひですねデニムジャケットと白スニーカー合わせてみてください。非常に相性がいいです。ということで月曜日のコーディネートでございました。そして火曜日のコーディネートがこちら。はい、というデニムのバンドカラーシャツと、さらにはトレンドの白パンツを合わせたコーディネートでございます。いかがでしょうか。こちらのデニムシャツはですねユニクロ U からリリースされたシャツなんですけども、 L サイズで非常にちょっとオーバーな着丈が長いシャツなんですね。なのでより足を長く見せることが重要なんですが、そうした際に白スニーカーと白のパンツと、さらには白の靴下がですね非常に相性が良くて、というのも足が長く見えるんですね。ここに黒の靴下とかと合わせちゃうとすごい境目ができて、あまりこう足の長さが強調できないんですが、白パンツと白スニーカーを合わせることによってスタイルがよく見えてきます。さらに今年白スニーカーと白パンツの合わせ方めちゃくちゃ増えてくると思います。で、そこにですね相性がいいのが、まあ、今ねこちらのコーディネートにご覧いただけるように、青だったりとかペールトーンの淡いねブルーがめちゃくちゃ相性がいいので、まあ、ぜひですねそこにデニムシャツだったりとかネイビーの普通のシャツだったりとか、先ほどのようなデニムジャケットとか合わせると非常にですね今年らしい非常にかっこいいコーディネートができるのでおすすめでございます。はい、でさらにですねよりですね印象を落ち着かせたいよって方はですね、先ほど結構もう胸元が開いたインナーに前をねがっつり開けてきていたので、ちょっとねこう印象が強く見えた方なんかにはバンドカラーのボタンを一番上まで締めて、バッグもですね黒色のレザーのものを使うことによってより印象が落ち着いたクリーンなコーディネートができるので非常におすすめでございます。かなりトレンドが反映されたちょっと難しいコーディネートになっていくかなという印象ではございます。はい、でさらにですねよりもっと落ち着かせたいよって方はですね、黒いアウターを着てさらにそこに黒いバッグを差し込むことによってよりですね印象は落ち着いて見えるので、ぜひ中和の理論を基づいてコーディネート組んでみてください。そして水曜日のコーディネートがこちら。はい、ということで GU ユニクロコーディネートでございます。いかがでしょうか。先ほど1コーディネート2コーディネートでかなりですねトレンド感が強すぎたのもあって、非常にベーシックなコーディネートを組んでみました。スニーカーもコンバースのハイカットを合わせています。いかがでしょうか。ポイントなんですけども、まあ、実際これ革靴でもいいんですが、革靴だとちょっとだけこう秋寄りのコーディネートになるんですね。なので、まあ、ぜひそこに白スニーカーを合わせてあげることによってちょっとカジュアルダウンすることによって非常に春らしいコーディネートになりますので、ぜひ合わせてみてください。でさらに今年こうトレンドのセットアップのテーラージャケットを買ってあるって方かなり多くいらっしゃるかと思います。で、そこにセットアップだけで合わせるのではなく、こういった先週ですねリリースされたリドムのディスコハイスリッチスキニーのインディゴなんですが、このデニムを合わせてみたり、さらにパーカーを合わせてみたり、さらにこういったウエストポーチを合わせてみることによってカジュアルダウンさせて着るのも非常におすすめの合わせ方でございます。ぜひですね参考にしていただければなと思います。で、じゃあ次はまた結構ベーシックなコーディネート合わせていきたいと思います。それがこちら。はい、というか木曜日のコーディネートでございます。いかがでしょうか。まあ、1週間のうちに1回はですねコートを使ってみたくて組んでみました。いかがでしょうか。今ですね非常にワントーンコーディネート
ットが流行っていまして、例えば今着ているのはこちらリザムの DGSS のもう売り切れで買えないんですが、ベージュのコートにちょっとこうグレーがかったベージュの T シャツに、さらには GU のブラウンのチェックパンツを合わせて同じ色彩で組んでいます。そうすることによってこうトレンドの色味で楽しむこともできるので、アイテム単体で見ればまあステンカラーコート、 T シャツ、そしてテンパルパンツっていうのは普遍的なアイテムではあるんですが、色彩やあとシルエットで差別化を図ることによって非常に今年らしい購入ができています。いかがでしょうか。でスニーカーにアディダスのスニーカーを使っています。非常に可愛らしくて好きなスニーカーでございます。で、まあ、こちらの色彩がちょっとワントーンすぎてちょっと難しいなと思う方は、せーの、はい、ということでこのようにです、ね、黒のパンツ型合わせてあげると非常にまとまりもより出てくるのでおすすめでございます。はい、ただまあワントーンが非常にトレンドなので、まあ、どうせだったら黒のパンツなんてちょっとこうブラウンがかったパンツを合わせてあげると今年よりにはなるのかなと思います。あとはまあこういったデニムと合わせてあげてもいいかと思います。ぜひ参考にしてみてください。で、次の金曜日のコーディネート組んでいきたいと思います。こちらもですね、ちょっと違ったワントーンコーディネートを組んでいきたいと思います。どんなコーディネートかというと、それはこちら。はい、ということでいかがでしょうか。はい、まあ、火曜日の時に使った白のパンツをまた合わせてですね、ウェアレスで非常にこうトレンドのトーンで合わせてみました。いかがでしょうか。火曜日の時は白スニーカーだったりとか白のパンツにはネイビーだったりとか、あとブルーがおすすめだよって話をしました。で、もう一色相性がいいのがベージュだったりとか、さらにはブラウンやあとグレーの色味がですね非常に相性がいいです。で、そうした中で今回ですね、ゾゾタウンで展開されているジムのですね、絶妙な色味のベージュのですね長袖のシャツをですね袖をまくってきて、さらにその上に GU の1490円で買えてしまうニットベストをですね、 L サイズでちょっと結構でかく着ているんですが、こちらを合わせてかなり濃いめのブラウンを合わせることによって色彩が明るすぎないこう落ち着いたコーディネートを組んでいます。いかがでしょうか。スニーカーは先ほど使ったアディダスのスニーカーを使っています。いかがでしょうか。うん、めちゃくちゃ好きなコーディネートですね。そして土曜日のコーディネートがこちら。はい、ということで土曜日のコーディネートでございます。いかがでしょうか。非常に今色彩だったりとか使ってるアイテムはベーシックな簡単なコーディネートでございます。いかがでしょうか。なんでまあ先ほどの金曜日のコーディネートとか、さらに火曜日のコーディネートのように、まあ、白パンツとかトレンドのニットベストとか、そういったアイテムを買わなくても実践できる非常に簡単なコーディネートでございます。だからこそそこですね、ぜひ気を使っていただきたいのが色彩の部分で、例えばこちらのコーディネートをご覧いただきたいんですが、このコーディネートとほとんど似てるんですけども、中の T シャツがこちらは少しベージュもしくはグレーが絶妙なニュアンスカラーを使った T シャツを使っているんですけども、こちらのコーディネートは白 T の上にそのままブルゾーンを着たコーディネートでございます。こちらはですね、黒白青で統一してコーディネートを組んでいるので、もちろんこれでもかっこいいし非常におすすめなコーディネートなんですが、今ですね結構おしゃれな方々が非常に増えてきて、簡単にこうおしゃれなコーディネートが組めるようになったんですよ。でそうなってくると非常にですね、差別化が難しくなってきたのがここ最近の流れなんですね。だからこそですね、インナーを白 T ももちろんおすすめなんですが、こちらのコーディネートのようにちょっとだけこうインナーの色を変えるだけでほとんど同じアイテムを使ってるのに非常にこなれた印象になるので、ぜひですねインナーの色彩に関してもぜひですね意識してみてください。で、インナーに使ってるのはビューの2200円で買えてしまう T シャツと、さらにはレイヤータンクトップを合わせています。で、その上にビューのブルゾーンを合わせています。で、パンツはですねユニクロのテーパールジーンズでございます。クオリティも半端じゃなくていいです。めちゃくちゃおすすめなコーディネートでございます。そして最後に日曜日のコーディネートを組んでいきたいと思います。それがこちら。はい、ということで最後の日曜日のコーディネートでございます。いかがでしょうか。黒のワイドパンツと合わせてみました。で、最終的にまたお気に入りのですねエアフォースワンのゲンジ DIY スペシャルを合わせてコーディネート組んでみました。でですね、今着ているコーディネートはパーカーの上に解禁シャツを合わせています。まあ、通常で考えるとスウェットの上にシャツっていう疑問を持つ方もいると思うんですが、結構ですねパーカーの首元ってものすごくボリューミーじゃないですか。そした中で解禁シャツっていうのは胸元がちょっと空いたデザインなので非常に相性がいいんですね。で、さらに解禁シャツって非常に綺麗めなアイテムなんで、そういったカジュアルなアイテムとの相性がめちゃくちゃいいので、非常にこう幅広い方にお勧めしたいこなし方でございます。少し T シャツを着丈が長いものを選んでレイヤードさせて白スニーカーとサンドイッチさせています。いかがでしょうか。めちゃくちゃ好きなコーディネートですね。で、水曜日のコーディネートは比較的ベーシックなコーディネートだったと思うんですけども、そちらの使ったパーカーは結構ザ・グレーっていう感じのグレーの色味だったんですけども、ちょっとシンプルすぎるなと思う方はですね、このようにですねちょっとだけグレーはグレーでも少し他にありそうでないような色味のものとかを使うとちょびっとだけ差別化ができて非常におしゃれなコーディネートができるのでおすすめでございます。いかがでしょうか。はい、というのは本日は白スニーカーの履き回し1週間コーディネートを皆さんにご紹介しました。春コーディにはですね欠かせない白スニーカーなので、ぜひ今回の動画が少しでも参考になったら幸いでございます。では今回の動画少しでも参考になったらいいなと思っていただけたら、ぜひチャンネル登録のほどよろしくお願いします。では次回の動画でお会いしましょう。以上源氏の動画でした。ありがとうございました。動画を最後までご覧いただきありがとうございます。源氏のチャンネルではファッション YouTuber の動画編集をしてくださる方を募集してます。詳しくは概要欄まで。